今日は長野でガジュさんと一緒でございます。今日僕がつけ麺の、まあ、豚骨魚介のスープとトマトですねの2種類でチーズバジルに茹で前2キロ、こんな感じ、2キロ盛りで、今紹介した間にご飯がね2個到着しました。これチャー丼軟骨丼でございます。で、ガジさんが今回ご飯 2.5キロ、ご飯 2.5キロのすげえ肉盛りですラーメン屋さんなんですけど、ラーメン屋さんですけど麺はなしということで、食べ進めますか。食べますか。はい、いただきます。まずこれベホの豚骨魚介ね、めっちゃ柔らかそう、すぐなくなるだって僕の方も軟骨入ってるんですけど、このプルプル感がすごいすごい、うまそう。で麺から、うん、麺もうまい、うまいけど大盛りすぎて全然レンゲ使えないです。うんうん、あ、いいな、これちょっと固めでいいですね。うん、お、魚介強めのやつですね、魚豚でも。うまい、濃すぎないし、うまい。こういうのって中にしょっぱいのあるけどちょうどいいですね、濃さが。軟骨食べよう、軟骨。うん、やばっかでしょ、うまっ、うまいでしょ麺名さんといえば豚軟骨なんでもう最高っすね。で麺ツルツルしててうまいっすね。うん、めちゃめちゃうまい。うん、特に柔らかい、噛めない。いいよ、これは角煮。柔らかっ、柔らかっ、うん、すげえうまい。
デフォのチャーシューもうまいですけど、個人的には角煮と軟骨は追加マストです、これ。そうですね、うん、すげーうまい。トマトの漬け汁、熱い、スーパー熱い、こっち。いいよ。こっちなんかのちょっと濃度が高いのかな、熱々で、こんな感じ。うまい、うまい、トマトうまい。うん、頼んでよかったと思いました。でも逆に冷める前にちょっとチーズ入れちゃった方が溶けそうだから、チーズを。こんな感じ。うん、いいやった。うん、うん、うまっ。チーズがやばいですね。豚丼めっちゃうまくないですか。うまい。なんか普通のチャーシュータレかかってないんですけど、はいはいはい、なんか甘めの角煮とはまた違う甘めのタレがかかってて、すげえうまい。実はまだ食べたことないです。うんうん、お肉お肉、いやお肉お肉。うん。で、うまい。でこっちもやばい。こっちもでもやばい。プルプル。これや。やばいやばい。分かってたね。また筋肉っぽくほぐされてると食感も変わってまたちょっと違う感じになりますね。じゃあちょっとこれバジルもトマトも、うん、うん、うまい。軟骨の麺食っても普通にうまそうなんですけど、あやそばじゃないけど味がしっかりしてるから。
これもうまくないですか、多分。うん。牛まずそばですよ、牛完全にうまっ、うん、です。ごちそうさまでした。ありがとうございます。美味しかった。